兄弟9人で、親が2人で11人家族ですね。8番目です。近所に防空壕があって、そこにこう逃げ込んだという怪我はしてないですね。とうちの父は駅前で被爆してるんですね。父牛を飼ってたんですよ。友達とちょうど駅前で会って話してたということは聞いてますね。うちの父は長崎の方を向いて、相手の方は浦上の方を向いてたから、直接あれしてるから、相手は即死っていうような感じで。で、うちの父は後ろに籠を積んでたとか、籠を燃えたとか、そういうことを聞いてます。原爆を受けてから、もう寝たり起きたり、こう、あんまり仕事っていうことはできなくてですね。原爆病と思いますね。兄弟が働いてたから、まあ、若干は自分たちのように小さいもんばっかりじゃないから、ある程度収入が働いてあったから、ある程度はやってこれたと思いますね。もう20代ぐらい、もう20代ぐらいからかね、早かったです。もう自分は1年に2回ぐらいですかね。もう手が腫れて、もう手がこうもう膨れたりこうしてですね、手だけですかね、もう年に2、3回、それは原因がわからないんですよね。どこの病院にもういろいろ、専門医町とかいろいろ内臓とかいろいろ調べたけどわからないで、まあ自分が小さかったから被害を、原爆の被害を特にこう体内に見えないあれで受けてるんじゃないかなと思ってですね、やっぱりその原子力というですか、それが恐ろしいなと今でも思ってますね。やっぱりアメリカのあれで影響で日本もなかなかできない、まだやっぱりアメリカのから抑えられちゅうですか、それがあるんじゃないかなと思いますね。それで核兵器反対のあれも署名もしないんじゃないでしょうかね。本当はもう真っ先に日本は胃の一番にしなくちゃいけないんですよ。それをしないちゅうことはもう本当歯がゆいけどどうもならないちゅうか、アメリカの影響だろうと思う、まあ自分も思いますね。核兵器はもう作るのをやめろと、それを訴えたいですね。それが一番と思いますね。